グッズはこちらです。こちらこちら、普段から使えるようなマスクカバーを黒と水色で作りました。ここにちっちゃいロゴもついてます。黒は普段から使えるような色で、水色はマイナビカラーにしてみました。もう一つはブランケット、仙台では欠かせないブランケットを作りました。色はグレーにして、まあ、普段からでも使えるような色にしてみました。いえいえ、生地はふわふわツルツルで気持ちいい。生地はちょっと薄めなので、冬はなんか毛布の上からもう一枚かける感じにして、春先まで使える感じになってます。マスクのお値段は税込みで1650円です。ブランケットのお値段は税込みで4400円です。長野線だけの限定商品です。ぜひ買ってください。買ってお願いします。